ユタビーチ、ユタビーチは1944年6月6日、連合国のオーバーロード作戦における最初の攻撃であるノルマンディ上陸作戦において5つの上陸地点の一つに連合国側付けたコードネームである。ユタは上陸要集点がもっと利用可能と分かった時、計画段階の最後に進行計画に加えられた。もちろん重要な拠点ではあるが、 アメリカ第四不評師団は比較的少ない抵抗で上陸した。対照的にオマハビーチは激戦となった。ユタビーチは3マイルの長さがあり、5つの上陸地点のうち最も西側で、プップビルトラ・マドレーヌの間にあった。この上陸のための事前演習はタイガー演習の名称で1944年4月にイングランド南西部デボン州。 スラプトン海岸で行われた。訓練では、上陸部隊に対する海軍の護衛が不足、ナチスドイツの S ボートによる攻撃を許し、749人のアメリカ兵が死亡、300人が負傷した。ユタビーチ上陸時の損害は、他地点と比較すると少なかったが、事前の空挺効果の損害も含むと、必ずしも損害が少なくはなかった。攻撃は4波に分けられ、 第一波は、二0のヒギンズボートもしくは上陸用衆艇からなり、それぞれに、第八不評連隊から三十人の兵士を乗せていた。右翼の銃の衆艇は、レデ,デュニュとバルビルの強固な拠点の反対側にある、ターレグリーンビーチに上陸した。左翼の銃の衆艇は、南へ千ヤード離れたアンクルレッドビーチに上陸を意図していた。全計画は、最初の攻撃の、 1> 第1波の上陸に対して実感が決められていた。第1波は6時30分に8隻の l c t オノオのが4台の DD 戦車を運び、可能な限り同時上陸する予定であった。第2波は2つの攻撃大隊の増援を乗せた32隻の LCVP からなり、8つの工兵部隊が海岸と海底の構造物を除去する予定であった。第三波は 1> 第1波の15分後、8台以上の LCT に、公平車用、ドーザー戦車を乗せ、続き2分後、第4波の第237、第299戦闘公平大隊の主力が、上陸、満潮と干潮の間の海岸にある障害物を除去する予定だ主力上陸2時間前、ナイフのみで武装したレンジャー部隊が、サンマルク9等に泳いで上陸した。 そこは、ドイツの監視ポストと思われる場所であった。そこは占拠されなかった。第一波は、作戦開始地点に予定通り到着した。すべての20隻の上陸用舟艇は、並んで進軍した。後方にいる支援用の舟艇が地雷を爆発させる、ことを期待し、機銃を射撃した。LCVP が、 海岸から300から400ヤード273から364メートルまで近づくと攻撃中隊の指揮官は特殊な煙幕の発射装置を用いて海軍の支援集停の射撃を中止するように連絡した。ほぼ予定の時間に上陸用集停のタラップが降り600人の兵士が腰まである水の中を100ヤード以上も海岸に向かって前進した。 海岸に実際到達した時間は数分後であったが、遅れは無視でき、上陸計画の進行に影響はなかった。また、敵の砲兵による砲撃の着弾が海上にあったが、上陸時間に影響しなかった。最初の上陸は第八不評師団の第2大隊によって行われた。第1大隊は数分遅れる。 両者ともの予定の海岸の南に到着した。第2大隊は、エグジット3、地図3章の反対にある、アンクルレッドビーチを攻撃するはずで、第1大隊は、京固の防御拠点であるレデュヌドバルビルの反対に、直接上陸し、支援を行う予定だった。しかし、上陸は、2000ヤード南のエグジット2の横に、行われた。この間違いは、多大な混乱を引き起こす。 可能性があり、非常に致命的なものであった。しかし、そのような混乱は実際には生じなかった。もちろん、これによって、それぞれの攻撃区画で計画していた特別任務を当初の計画通り実行することはできなくなった。第四不評師団の副指揮官の順庄は、第一波と一緒に行き、自分が海岸の抵抗拠点への初期攻撃を指揮することを何度も求めた。 最終的に彼の要求は第四不評師団の師団長のバートン将軍に認められた。ルーズベルトは d ーデーの第一波と一緒に上陸した唯一の将軍であり、57歳の最も年を取った兵士でもあった。ルーズベルトが自分の乗っている上陸用集艇が予定地点から南に流され、目標より1マイル以上南にいることに気がつき、 第一波も一イル南にいることに気がついたため、杖と拳銃の助けを借りて、彼自身、内陸へ進むために使用する道を確認するため、海岸の後方の地域の偵察を即座に行った。彼は、上陸地点に戻り、二つの大隊の指揮官、コンラッド・シー・シモンズ中佐と、カールトン・オー・マックネリー中佐に接触した。そして、彼らが直面している敵への攻撃を指示した。 この状況をルーズベルトの有名な言葉で言えば我々はここから戦いを始めるのだとなるこれらの即興での計画は少々の混乱はあったものの成功した上陸した砲兵と随伴した核連隊は落ち着いて冷静なルーズベルトにより海岸に迎えられた彼はユーモアと自信に満ちていたルーズベルトは核連隊に目標の変更指示を与えた しばしば彼は、放火の中時分で、交通整理を行い、海岸から内陸に進もうとする戦車とトラックの、交通渋滞の混乱を解決した。このユタビーチの行動により、ルーズベルトは名誉勲章を受けた。ドイツ側の海岸防備は、第709不評師団、カールビルヘルムフォン・シュリーベン大将と、第352不評師団のディートリヒ・クライス大将であった。 D で終わりには23,250人の兵士が1,700台の車両と共に無事海岸へ上陸。上陸においては約200名の犠牲者のみと記録されている。ユタビーチの成功とオマハビーチでの激しい戦闘を比較すると、ユタビーチの実際の損害は空艇降下兵の大損害に反映されている。第101空底降下手段は、 D-Day にその戦力の40%を失う。同様に、ユタビーチでの攻撃を想定した訓練、タイガー演習での戦命の損害は、D-Day の代価といえる。1994年6月、サントイコールメールイコールエグリーズ近くのカランタンで、1944年6月に、第101空挺師団による解放を記念した歌が作られた。この歌は、 ダニエル・バードルズにより制作され、CD、LA m m を DUCL に収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。